中国海軍潜水艦の脅威が増す昨今、日本も潜水艦体制を30隻へと増やす意見が見受けられてきている。今回は潜水艦の30隻体制について詳しく見ていきますね。日本近海の海底では中国原潜が忍び寄っています。あなたが予想する数の10倍はいますね。2022年12月16日に、日本は新たな安全保障関連の3文書として、その名称変更と改定を実施し、それを現岸田内閣が承認したことで、それらをもとに積算される防衛予算も大幅に引き上げられる運びとなった。こうした安全保障関連の3文書の改定が進められた最大の理由は、日本という国が地理的、政治的に置かれた周辺の仮想敵国の動きが活発化していることを反映したもので、太平洋戦争後で最も安全保障環境が悪化した現実がある。北朝鮮は核兵器をはじめ、それを搭載可能な各種の新型弾道弾や巡航ミサイルの発射実験を繰り返し、昨年2022年、今年2023年と、その頻度をますます増加させ、核兵器による恫喝をさらに強める動きを加速させている。また、日本は、ロシアとの間に、太平戦争後に、不法に占拠されたままの北方領土問題を抱えたままの状態だが、ロシアは、昨年2022年に始めた、ウクライナ侵攻が長期化し、その苦戦を覆い隠すべく、威嚇の姿勢を強めている。そして、経済的な繁栄を背景に、軍事力の増強を続ける中国は、日本の尖閣諸島周辺海域への中国海峡局の船舶の侵入を半ば常態化させており、尖閣諸島は中国の領土だという主張の既成事実化を図ろうとしている。加えて、中国は海軍戦力の増強も著しく、3隻目となる航空母艦、福建を昨年2022年に進水させたほか、海上自衛隊のイージス護衛艦やアメリカ軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦より規模の大きい055型南アキラ級駆逐艦をすでに8隻収益させている。そして、中国は南シナ海の大半を自国の領域だと一方的に主張し、そこを抑えることで核弾頭を搭載した戦略型の原子力潜水艦を有力させるに足る、十分に水深のある海域を勢力圏に置くことに着手している。こうした北朝鮮、ロシア、中国という三つの日本の仮想敵国がそれぞれの思惑で軍事的な脅威を高めていることに対し、日本はやむなく防衛予算の大幅な増額による軍備の強化の必要性に迫られたと言えるだろう。大幅に増額された日本の防衛予算の使途で注視されているのは、従来は敵基地攻撃能力と呼ばれていた長距離ミサイルの強化であり、今は政治的に反撃能力と言い換えて、その取得に反対が少なくなるよう意図している感がある。いずれにせよ、そこでは国産の1人1基地対艦誘導弾の能力向上型が、その代表格と目されるように、オリジナルは 200km 弱の射程距離だったものを、今後 900km、さらに 1500km と延伸していく方向にある。そして、現行型の陸上配備型に止まらず、艦艇に搭載して運用する艦発型、航空機に搭載して運用する空発型と1人1基地対艦誘導弾の能力向上型は、発射形態を多層化し、作戦行動の幅を厚くすることが見込まれている。さらに、水上戦闘艦に搭載する艦発型以外にも、1人1基地対艦誘導弾の能力向上型の派生形は、広がる見込みで、VLS、垂直発射艦を備えた実証実験潜水艦や、
既存の潜水艦の 533mm 魚雷発射艦から運用する形式の開発も報じられている。ことに、VLS 垂直発射艦を備えた実証実験潜水艦の件は、これまで海上自衛隊が保有してきた攻撃型の通常動力潜水艦の範疇に収まらないものと言えそうで、日本がその保有を意図する日が訪れるとは数年前なら思いもよらなかった。ただし、こちらはこれから実証実験艦を建造して、その有用性の是非を確かめるわけであるため、期間的にはそうそう短い中で実用化に至るとは考えづらく、長期的なスパンでの取り組みになると見ておくべきなのではないだろうか。一方の海上自衛隊の既存の潜水艦が標準で装備する6門の 533mm 魚雷発射艦からの運用を基としたミサイルの型は、あくまで人認識地対艦誘導弾の能力向上型をベースとすると考えるのも想像の域の話ではある。ただし、他に応用が可能そうな兵装が現状では見当たらないこともあり、人認識地対艦誘導弾の能力向上型にその形式のものを開発する可能性が高いと思えるが、実用化されれば即戦力として全ての既存の潜水艦が装備の対象となる。2023年現在、海上自衛隊の実戦配備された潜水艦の数は、今年3月に就役した最新型の太平型の2番艦、枠芸を含めて22隻となっており、これは2011年度からの22機の防衛計画の大綱で定められたものである。実際には、この潜水艦22隻体制が確立されたのは、昨年2022年3月で、太平型の1番艦にして、ネームシップの太平が就役したことが初めてであり、計画から11年の歳月をかけて16隻体制から増加させたものだ。海上自衛隊の潜水艦における16隻体制は、実に初めて定められた1977年度からの51機の防衛計画の大綱から、16機の2010年度までの長きにわたって継続されていたもので、30年間以上がその体制下で運用された。この始まりである1977年というのは、旧ソ連とアメリカとの苛烈な冷戦が行われていた時期であり、海上自衛隊の潜水艦の最大の任務もそれに準じ、旧ソ連海軍の核兵器を搭載した戦略型原子力潜水艦の監視が最大の任務だった。当時から今に至るまで、海上自衛隊の潜水艦隊の行動や任務は、日本の最高の軍事機密であるため、公にその内容が明かされることはないが、旧ソ連海軍の戦略型原子力潜水艦を太平洋に進出させないように封じ込めるものだったと推察される。この旧ソ連海軍の戦略型原子力潜水艦を太平洋に進出させないように封じ込める策としては、北の宗谷海峡、津軽海峡と南西の対馬海峡をそれらが通過できないように、その位置に、あらかじめ海上自衛隊の潜水艦が配置されていると召されてきた。この宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡の3海峡に、海上自衛隊の潜水艦が待ち伏せしておけば、旧ソ連海軍の戦略型原子力潜水艦は、太平洋に進出することは叶わず、それを実現するのに、必要な数が16隻の潜水艦体制だったと思われる。これは、艦艇の場合、実戦配備、訓練、メンテナンスの3工程を繰り返して運用する必要があるためで、潜水艦の16隻体制を敷いておかなければ、少なくとも5から6隻を実戦配備状態に置くことが物理的に困難となるゆえだ。これが2022年3月には太平の就役によって22隻体制へと拡充されたことになるが、今は
中国海軍の南西諸島方面への進出を危惧し、宗谷、津軽、対馬の3海峡に加え、大隅、宮古島の2海峡も警戒区域に追加されたと、個人的には思える。したがって現在の海上自衛隊の潜水艦隊22隻は、実戦配備数7隻前後で、5つの日本の周辺海峡の監視を行っているのだと推定され、実稼働数と南西諸島方面への中国海軍の圧力の増加を加味すれば、決して余裕があるとは言い難く感じる。防衛計画の大綱は、2022年末に国家防衛戦略と名称を変えて、閣議決定を経たが、およそ10年後までを見通した。その中では、護衛艦54隻体制、潜水艦2隻体制は従来通りで、体制像は、新型の艦首たる哨戒艦12隻の建造が目についた。ただし、海上自衛隊の潜水艦は、他国で、30年前後と、比較的長期間にわたって使用される例が多いことに比して、2023年時点で実戦配備中の潜水艦で、最古参の親潮型3番艦の渦潮でも、24年目と比較的に艦齢が若い。これらを、あと4から5年運用状態を維持させ、30年ほどの使用期間を見込めば、基本的には、毎年1隻ずつの新造艦が、戦列に加わるサイクルと合わせて、容易に、22隻体制からの増加も図れそうだが、いかながなものであろうか。現行の22隻体制以上の潜水艦運用を行うには、当然、乗組員の確保も必要となる上に、維持コストも増加するため、予算上からも厳しいのかもしれないが、なんとかモスボール等の手法で、有事に備えた形が取れないものかとも思う。